Hello everyone! Welcome to my channel, this is Shun! ということで、今日は僕が、ヘアサロンに行った感想についてお話しさせていただきたいと思います。もうサムネを見てもらった方もわかるように、だいぶやられておりますので、僕の髪の毛。ぜひ、この感想をちょっとここに記録しておきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、ということでお話しさせていただきたいと思います。今日の朝ですね、僕学校の前に、散髪屋を予約して行ってきたんですけど、値段から行くとまずは、合計で29ユーロでした。日本円で言うだいたい3500円ぐらいかな。こっちは1ユーロ今139円ぐらいなので、それぐらいの値段でした。で、まあ感想から言うと、まあ、惨敗というか、やられましたねって感じです。自分の意見は全く通らず、まあ、良くも悪くも外国の散髪屋やなっていうような感じでした。まず、まあ、自分の英語力もあるんですけど、僕は、髪の毛を全体から3センチずつ全部から切ってくれと。要するに3センチずつ短くしてくださいっていう風に伝えました。で、それは相手もしっかり分かってくれていて、一応確認のために文字でも見せたんですけど、相手はそれで、ああ、分かったと言ってたんですけど、なぜかここがね、見てこれ。なんか、2ブロックみたいになった。どういうことだろうか。僕、メガネ外すと視力が 0.1 以下になるので、全く見えないんですけど、でも散髪中って、メガネ外してるじゃないですか。だから自分がどうなってるのか全然わからないんですよ。だからもし目悪い人がいたら絶対コンタクトで行くようにしてください。特に外国の、まあ外国で初めて髪を切る人は、もう髪ってやっぱ切られたらなくなるので当たり前ですけど、切る前に止めないと、すごいことになるので、ぜひ、メガネじゃなくてコンタクトで行くようにしてください。なぜか、僕はメガネで行って、なんか、まあ自分があんまり好きではない髪型にされたわけですけども、まあ自分のリサーチ不足でもありました。で、僕は、まあ、経験の一つとして、最初は日本人のいる散髪屋には絶対行かないようにしようと思っていて、で、適当に選びました。学校から近いところを。まあ、こういう計画性がないと、まあ、こういうことになるんですけど、でもまあ、経験としてはとても貴重な経験ができて、まあ、あんまり僕は、髪切ってもらうときに今日は喋らなかったんですけど、喋れなかったというか、喋れない。英語が通じないっていうような感じで、お互い沈黙になるっていう、まあ、あるあるみたいな感じだったんですけど、横で他に切ってもらってる人は、普通に喋りながら、日本の本当に散髪屋みたいな感じで切ってもらってるっていうような感じでした。で、まあ、なんか日本やったらやっぱりこう繊細にやってくれると思うんですけど、まあ日本の美容室のレベルって世界一って言われてるぐらい発展していて、まあどこにでもまあ一流のその美容師さんがいると思うんですけど、まあアイルランドはまあそんなことなくて、もうめちゃくちゃゴシゴシされるし、もうめっちゃ強いんですよ。もう髪これぐらい引っ張られるぐらい強くて、もうなんか痛いってなってたんですけど、まあ切られながら思ってたのは、日本の美容室ってほんまに丁寧やなっていうとか、日本のサービスってほんまにお客様第一のすごい丁寧なサービスやなっていう風に思いました。で、この間店員の態度についてちょっとお話しさせていただいたと思うんですけど、まあ、美容室はもう少し丁寧にしてくれたらなという風に思って切られていました。で、もし、まあ、アイルランドで今見てくださってる方は、まあ、自分の髪が、最初、経験としていくんやったらすごいいいと思うんですけど、繊細に切ってもらいたいって方は、あまり、アイルランドの美容院はおすすめしないです。だから、日本人が経営してるのがアイルランドにも、経営してる美容院がアイルランドにもあるので、そこに行って確実に切ってもらうようにしてください。でも、そこを日本人がやってくれてるところはやっぱり高くて、僕は今日30ユーロぐらいだったんですけど、そこだと70ユーロするので、まあ約2倍以上の差があるので、まあそこは自分の値段と髪と相談して、決めてほしいなというふうに思います。
で、これから、外国で初めて髪を切る人は、できるだけ事細かに、説明するようにしてください。僕は写真も見せたんですけど、写真 見るつもり1秒ぐらいしか見ないんですよ。それ絶対見てないやろみたいな感じになるので、もうできるだけ、自分の要望を事細かに言うようにしてください。で、日本人美容師と同じ感覚で行くと本当に痛い目に遭うので、もうなんなら自分で紙にメモをしていって、それを渡すぐらいやってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあでも、まあ僕はね、まだ男やし、まあ、そんなに髪の毛とかあんま容姿あんま、まあなどうでもいいや、経験ぐらいやっていう感じの感じで行ったので別にいいんですけど、まあ女の子とかでね、すごい女の子ってやっぱ容姿に気使うじゃないですか。そんなんで、めちゃくちゃにされたら本当に泣きそうになると思うので、そこはちゃんと注意して行くようにしてみてください。で、まあ、逆にね、一回ぐらい、まあ、髪の毛なんか、まあ、生えてくるし、どうでもいいやって思う方は、経験の一つとして行ってみても面白いと思います。日本の素晴らしさっていうのがほんまにわかると思うので、一回外国に今いる方は、経験してみるのも僕はすごいありやなというふうに思います。まあ、僕はもう二度と行かないですけどね、散髪屋は。だから、僕は次から日本人が経営しているところに行こうかなというふうに思います。まあちょっと切られた後はちょっとメンタルかなりきてたんですけど、まあ僕今日本学校行ってるところに日本人の友達もいるんですけど、その人に聞いても1回目はほんまに途中でもうほんまに笑えてくるんですよ。パッて途中メガネつけた時にもう、あ、もう絶対もうこれ、こっからはもう無理やっていう状態になっているので、逆にそういうのを、まあ、留学の一つとして楽しんでみるのもありかなというふうに思います。でもこれはくれぐれも自己責任でお願いします。はい、ということで今日はちょっと散髪に行った感想についてお話しさせていただきました。まあ、外国に行って散髪を経験するっていうのはなかなかないことだと思うので、まあ、もし海外旅行行くって方は逆に向こうで切ってみても面白いかもしれないですね。今だいたいね、携帯で予約できるので、そうやって予約して行くっていう形なので、簡単に予約が取れるので一度試してみるようにしてみてください。はい、ということで今日の動画はこれぐらいで終わらせてもらおうかなというふうに思います。 See you later! バイバーイ。